バーキシーノは低エネルギーの対応ニュートリノを研究するための素粒子物理学実験である。バーキシーノという名前はボレイックスにイタリア語の指障子をつけたものである。この実験はイタリアのラクイラの町にほど近いグランサッソ国立研究所でイタリア、米国、ドイツ、フランス、ポーランド、ロシアの研究者による国際協力のもと行われている。 この実験は、イタリアのインフン、米国の NSF を含む複数の国の機関から、資金供給を受けている。検出器は高純度の液体シンチレーター、カロリメーターである。これは、外部の放射線を防ぎ、上型の山の被覆岩をどうにか貫通してきた、宇宙船をタグ付けするために、信号検出器を保有する、ステンレス光球の中に配置され、水槽によって遮蔽されている。 この実験の主たる目的は、太陽から来るベリリウムマイナス7ニュートリの束を精密に測定し、標準太陽モデルによる予測と比較することである。これによって、研究者は太陽中心で起こっている核融合プロセスに対する理解を深めることができ、また、MSW 効果を含むニュートリの振動の特性を決定する助けとなる。その他のこの実験の目標は、 放送マイナス8、ピアニッシも、ペップクの太陽ニュートリノ及び、地球、原子力発電所の反ニュートリノを検出することである。このプロジェクトは、銀河系内の超新星由来のニュートリノも、検出することができるかもしれない。珍しいプロセスや可能性のある、未知の粒子の探索も進行中である。SOX プロジェクトでは存在する、可能性があるステライルニュートリノや、 その他の短距離におけるニュートリの振動の異常効果を研究する。バーキシーノは超新星早期警報システムのメンバーである。2007年、バーキシーノ検出機はデータ取得を開始した。このプロジェクト初の対応ニュートリの検出は2007年8月であった。この検出はリアルタイムに発生した。データ解析はさらに2008年まで延長された。2010年には、 地球内部から来た地球ニュートリノが初めて観測された。ウラン、トリウム、カリウム、ルビジウムの放射性崩壊で反ニュートリノが生成されるが、バーキシーノの逆ベータ崩壊反応チャンネルの感度がある 238U-232 スチェーンによって放出される反ニュートリノのみが見える。また、マルチソース検出器の構成キャンペーンが行われ、そこでは、 研究対象に予想される信号に近い基地の信号に対する検出基応等を調べるために複数の放射線源が挿入された。2011年にはベリリウムマイナス7ニュートリノ束の精密測定、ペップ対応ニュートリノの最初の証明となるものが公表された。2012年には CNGS プロジェクトの速度計測結果が公表された。この結果は 高速と矛盾しなかった。さらなる新チレータの浄化キャンペーンも行われ、洗礼のない低残留放射能量を達成することに成功した。灰色のバンドは3つの太陽ニュートリノ望遠鏡が感度がありイベントのエネルギーを測定できる領域を比較している。太陽モデルの予測は対数スケールであることに注意を要するスーパーオをンデやスノが観測できるのは全体の 約0.02%であり、一方、バーキシーノは予測される各タイプのニュートリノを観測することができる。2013年には、バーキシーノはステライルニュートリノのパラメータに制限を与えた。また地球ニュートリノの信号も抽出され、近くにある放射性元素の活量に関する知見を与えた。これは、従来、不明だった領域である。2014年には、 太陽の中核における用紙、陽光連鎖反応の活動に関する分析を公表し、それによると太陽活動は105年間の規模で一貫して安定していることが分かった。MSW 理論によって記述されるニュートリノ振動の減少を考慮すると、バーキシーノの測定結果は標準太陽モデルによる予測と整合する。バーキシーノの結果は太陽の気候を理解する上で節目となる。 低エネルギーニュートリノに感度のある先行実験は一定エネルギー以上のニュートリノをカウントすることに成功しているものの個々のフラックスを測定していないことに留意すべきである。2015年には更新した地球ニュートリノのスペクトル解析が報告され、電化費保存に世界で最も厳しい制限を与えた。また、汎用性の温度管理から監視システムが2015年を 通じていくつかの段階で設置された。これは試験及び第1段階の設置が2014年後半に行われたマルチセンサーイド温度プローブシステムと内部流体に対する外部環境の熱的影響を最小限にとどめるための広範囲に及ぶ断熱材の外壁である断熱システムで観測された電子ニュートリノ消失の状況証拠意識を完全に確認、または 明確に反証することを目的としている。この試みが成功すれば、SOX は、ステライルニュートリノの成分の存在を実証し、基礎的な素粒子物理学及び、宇宙論の新時代の幕開けとなるだろう。確かな信号は、初めての標準電弱モデルの範囲外の粒子の発見を意味し、宇宙と基礎的な素粒子物理学に対する理解において深い意味がある。 否定的な結果の場合は、ニュートリノ以上の現実性についての長年の議論を終えることができ、低エネルギーニュートリノの相互作用における新たな物理の存在が突き止められ、ニュートリノ磁気モーメント、ワインバーグ核や、その他の基本的な物理的パラメータの測定値を与え、将来の高精度対応ニュートリノ測定に非常に有益なバーキシーノの優れたエネルギー構成をもたらすだろう。 SOX は協力、約 150KC で、革新的なチェ -144、パープル -144 でできた半ニュートリの発生装置、そしておそらく後にはるかに短いデータ取得キャンペーンが必要な CR-51 ニュートリの発生装置を用いる。これらの発生装置は、バーキシーの検出器から短距離8.5メートルに位置する。 この実験は2017年に開始し、2年間データを取得する予定である。ありがとうございます。